次に福島信幸はい、えー、有志の会の福島信幸でございます。えまずあの一点ですねやはりですね企業団体献金の禁止がゼロ回答というのは私はこの何のために政治改革をしているのかという意味で大きな問題であると思います。あの前回の審議でですね鈴木議員はですねあのかなり誠実におご答弁いただいたと思います。下心がある企業からの資金に頼っていてしまえば。 えーそ,えー、それは政党であれ、政治家であれ、それはだめになってしまいますと、えー、そこできちんとそうならない形をしっかり担保する必要があるとかですね、いろいろ言ってるんですね。例えばその総額を規制するとか、あるいは政党支部がいくつもいくつも作ってですね、規制をできないようにするとか、何らかのこれはやることをやらないと、結局ですね、政党、えーえー、企業団体献金だけですね、やらないって言ってら逆に目立ってしまってるんですよ。 本当にそれでいいですか、この理念なき政治改革で本当にいいのか、それをもう一度ご答弁ください鈴木啓介君。あのまあ、前回の質疑でもやり取りさせていただきました、あのおっしゃったとおり、やはりあのお,このお金によって政策決定が弱められる、まあ、こういったことがあっては当然いけないと思っております。 であのまあ、あの今回の事案で、まあ、直接そういった指摘がない、まあ、こういった状況も我々としては承知しているところであります。であのその一方で、やはりあの我々としても、まあ、考え方、いろいろあると思いますが、まあ、どのようにしてこの政治家、あるいは、まあ、政党がしっかりとみず自ら立っていけるのか、まあ、そういったことを考えていく中では、あの多様な形でのさまざまな関係の中から、いろんな形での資金についても出していただく。まあこういった ことについては、大事だと思います。その一方で、やはりこれは政治家個人であったり。あるいはそれぞれの政党であったり、まあ、そういったところで自ら律していくということは当然、必要だと思いますし。まあ、そういったことを通じて、その、政策決定が歪められないということについては、担保していくべきかと思います。福島信行。いや、政策決定を歪めないっていうだけでなくですね。これ著しく与党に有利な制度なんですよ。与党に有利な制度であるから、政権を固定化し得るきっかけにもなるし。 その政権を固定化するかしるがゆえに余計ですね、海が溜まるっていう、そうした問題もあるわけですね。ですから私はこの問題に真摯に、自民党という体質そのものだと思いますので、向き合っていただきたいと思います。ぜひですね、まだ引き続きですね、あの、お互い、年はありますから。 本質的な議論をしてていいきたいと思っておりますでその上で、政策活動費の問題あの、先ほど来議論になっていますけれども、させていただきたいと思います。結局ですね、これ、何が政策活動費かってわからないんですよ。だって、この政策活動費を求めているのは、自民党と維新だけなんですね。で、一般的な政治の活動と、その違うんじゃないかと、私、思うんですよ。で、えー、私はですね、あの維新さんが、この、 領収書をですね、公開したことをすごい評価したいと思います。正直に評価したいと思います。ただですね、これほとんどがですね、先ほど飲食操作だっていう答弁もありましたけども、飲食費なんですよ。飲食費なんだから、これ会合費で出せばいいじゃないですか。なんで飲食費出せないんですか。あの、支出先がよっぽどですね、工場両属に反するお店とか、それだったら出しづらいのはわかるんですけども、正直に飲食費ってなぜ出せない理由があるのか教えてください。 中塚博史君お答えいたしますわが党が提案する特定支出制度では、支出先の氏名や住所を明らかにすると、すると政治活動に重大な支障を生じる恐れがあるものについて、収支報告書とは別に、領収書とともに特定支出報告書を提出することとしております。そののの上で特定支支出出について支出の相手先や領収書等の写しは 提出から10年後に公開することとしているところでございます、まあ、各とともに政治活動に当たっては外部有識者のアドバイス選挙に関する行政調査やコンサルティングなどありますまだこれからゆっくり我が党の考え方としましてはあのそうした観点からこれはあの検討した結果の結果でございます ははい、福島はい、い福島ありがとうございます同じ飲食店でも、支出先は明らかにされたくない人としてもいい人があるというのは、どういう仕切りなんでしょうか。<laughs> はい、中塚君お答えいたします。 あの政策活動時の領収書交換については、我が党では利用する飲食店が大体決まっていると、具体的な店舗の情報が公開されるということで、張り込みや待ち伏せなど、政策活動に重大な支障を生ずる恐れがあると、また、先方にもご迷惑をおかけする可能性があるということで、オープンにしないということを扱いとしておりますので、よろしくお願い,いたします堂々とお得意様で公開あ、すみません、堂々とお得意様で公開すればいいじゃないですか、おおよそ合理的な理由は見出しがたいんですよ。自民党も同じ事情ですか はい、鈴木啓介君。あのまあわが党まあ先ほど来申し上げておりますが政策活動これはあの統計学であるいは、えー、調、えー、調査研究さらには、えー、政策立案まあこういったことで、えー、党の役職者が使っているということであります。あのそういった資質についてやはりこれはあのさまざまな、えー、まあいろんな。えー えー、プライバシーであったり、さまざまなそういった政治活動等々を勘案して、えー、その政治との透明性とのバランスを考えて、えー、今の、えー、結論に立っております、はい、福島君いやーあの細かくみたいに伝わって、飲食店も公開できるところと公開できない店あるんですか、公開できないお店って何ですか、よっぽど危ない店なのか、お得意様なんて公開すればいいですかじゃないですか、なんか公開できない理由あるんですか。 あのまあ、特段私はあの公開できない、そういった飲食店があるとは承知しておりませんが、まあ他の理由で、まあ、いろいろそういったえ政策上の判断ということはあろうかと思います島びじゃあ、次はですね、えー、<coughs> 先ほど来おっしゃってる統制拡大、統制拡大って何に使ってるんですか、まさにこれは裏金なんじゃないですか、統制拡大と言ってもです、ね、やっぱりそれは飲食費とか会場費とか、政治活動のパーツで分けられる,んです分けられると思うんですけれども。 統制拡大費として公開できない支出というのは、どういうものが想定されるんですか、どうぞ鈴木啓ま君、あ。統制拡大、まあ一言で言っても、これ、さまざまな支出が当然、えー、あるわけでありますで、まあ。これまでの運用の中で、あのこれ、我が党としては、えー、その役職者に対して、えー、支出を行う、まあ、そういったことの中で、 あのその先のところについては、さまざまな政治の状況等を鑑みて、まあ、そこの公開ということはしておりませんでした。あの今回まあその、そういった中では、第三者機関の議論があり、まあ、また10年後の公開ということもあり。 まあそこについては、これからあのその詳細の設計については、各党間で議論がされると承知しておりますけれども、党としてもこれまで、党機の中でえ自律的にしっかりとしたチェックをしておりましたが、そのおあり方についても、今,今後またえ検討してまいることになると思います。島の部員、はい、まだわからないんですよ。何に使ってるんですか、統制拡大ってでああ。何か相手に支出をしたらですね、それは雑所得なり所得になるんですよ。納税しなきゃならない。実際、その統制拡大って、 一言で言うけれども、実際に何を使われているのか、それがブラックボックスだからこそ、国民の判断にできないわけですよ。あと、調査研究費というのもあります、でも一般的にこの世論調査とかなんとかっていうのは、ほとんどの政党はどこに出してるか公開してますよね。公開できない調査研究費って何なんですか、私は怪しい外国の人に調査研究するとか、それしか思いつかないし。 先ほど来、維新の、あ維新の、えー、答弁にあるようにですね、えー、審議会のね、委員に渡したら、あの、ばれちゃったら困るって、これもおよそう考えられないですよ。普通の学者であれば、何党からではあっても、支出を、えー、受けることにですね、何の、あの、ためらいもないし、 仮にですね、失踪を受けたから、政府が私もいろいろ審議会の委員の選定とかに関わったことありますけども、野党から調査研究を受託してたから、審議会の委員にしないなんていうのは、ありえないんですね。で、なんでこの話をするかっていうと、やっぱりこれ渡しきりじゃダメなんですよ。細かく細かく分析して、削って削っていって、本当に最後何に残るのか。公開できないお金って何が残るのかって、 いうのは、私は今のところ、維新が出した領収書では見出しがたいし、少なくともその政策活動費なるものを残すのであれば、極めて限定的なポジティブリストにすべきだと思うんですよ。ほとんどないと思いますよ。だって飲食費で出した方がばれないんですよ、逆に言えば。だって飲食費って出したら何、目的とかわからないじゃないですか。飲食、飲食じゃないにしてもですね、会合費とかで出したらわからないんですよ。逆にそっちの方がわからなくて。 便利だと思うんですよ。便利って言ったらおかしいですけどね。ですから、私は、その、ポジティブリスト、もし、その政策活動費なるものの必要性があるのであれば、限定してポジティブリストにするべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。鈴木啓介君。 わが党のまあこれまでのいわゆるまあ政策活動費といわれるまあこの支出については、再三、この委員会でも申し上げておりますけれども、党内のえガバナンスの中で、財務委員会等々でチェックをし、その支出、使い方が問題がないかということをこれまでもチェックをしております。あのそういった中で、どういった具体的な支出があったか、私はそれを知りうる立場にありませんので、その答弁は差し控えさせていただきますが、またその一方で、政治資金、なるべく透明であるべきだ。 あこのご質問はおっしゃるとおりだというふうに思っておりますので、さまざ、あ、まな形で今後、いろいろ対応していくと思います福島、はい。それはね、答弁できる人を答弁者に出すべきだと思うんですよ。全然この政策活動費が何なのかって、全く解明されてないんですね。で、さらにこの維新案を見ればですね、えー、維新案にもかかわらず、なぜこの政党から政治家個人への寄付の特例の廃止、それが明記されてないのか。 え合意案では、政治資金え規正法,、えー法えー、第21条の2第2項、これ、本来、われわれの案ではですね削除になっております。で、それが全然、これ、合意でもあるんですよ、削除っていうのは、削除とは書いてないですけど、それをなくすというのは書いてあるんですよ、なぜそれが反映されてないんですか、はい、鈴木啓介君。 今回の修正であのお出ししているものについては、えー、当該規定、えー、すなわち第21条の2の2項につきましては、えー、削除をしてございますはいそれで、えー、またその不足の話になるんですけれども、えー、これ、なぜですね、この。えーこれです 維新維新との合意案についてはです、ね、早期に、えー、検討が加えられ、結論を得るものとするとされてますね、ほかは、えー、検討が加えられ、その結果に基づ,き基づいて、必要な措置を講ずられるものとすると、まあ、鈴木さんも役人をやってたから分かると思うんですけれども、条文が違うというのは、効力が違うんですよ、これ、どういう違いがあるのか、明確に述べてください鈴木啓介君。 まあ、当該条項についてでありますけれども、あのそこの資質について、これはあの、えー、そ,そこのところについては、えー、行うものとしという断言の後に、えー、その検討という規定がありますので、ここは書きぶりによるものでありまして、そこはあのそういった意味での違いがあるということではないと認識していますいやいや、それはそうは読まないです。やっぱり法律の条文が違うんだから、要するに検討をしてです、ね、結論が、 出ない可能性であって、あ結論うるんだけれども、何もしないという可能性も残されてるんですよ、法律の条文上は、何もしないということも許される条文になぜ書き上げたのかということをお聞きしてます、はい、鈴木圭介君。 あのまあ、ここにつきましてはです、ねあのまあえー、条文で申し上げると、えー、この支出の状況を公開するものとし、 そのの制度の具体的なとといいいうことで書かせててただいておりますまずあの大、大前提として、まあ、この支出の状況を公開する、まあ、そこのところをしっかりピン止めをした上での検討ということであります。あのここについてはさまざまな検討を要するということでありますけれども、先ほど来申し上げておりますように、検討ができなかったとか、検討のみでやらなかったとか、まあ、そういったことは我々としては念頭に置いておりません。福島 いやでも念頭に置いてないと言っても、いつまで岸田さんが総理大臣やるかもわからないし、政権が変わるかもしれないし、あの、口約束じゃないんですよ。法律なんで、法律の条文が書き、違うということは、明確に効力が違うということなので、それは違う効力を持たせる意図を持ってやったとしか思えない。もし間違えてたら直すって言ってでもいいんですよ。でも、間違えてないんでしょそれで出したんだから、 それで出したんだから、間違えてないという以上は、私は検討を加えた結果、何もしないということもありうると、法的効果としてありうると認めざるを得ないんですけれども、いかがですか。 あの先ほど来申し上げておりますけれども、あのまあ、ここで公開をするということで、あの実際に規定をしております、あのでその上での、まあ、この検討、結論を得るということですので、わ、まあ、が党として、まあ、これはあの合意の当事者といたしまして、自由民主党として、まあ、こういった検討を巡るとかですね、まあ、そういったことはわれわれとしては考えておりません。奥島君、はいいやいやあのちゃんと、ね、あの維新さんとさねあの 丁寧にね。見た方がいいと思いますよ。はいで、それではあの次に連座制の話に行きます。えー、まあ、連座制のこま、あの大まかな話や除くとして、先ほどあの山岸議員からもありましたけども、も自民党の改正法案の第19条の12の3ではですね、えー、国会議員関係、えー、政治団体の代表者は随時、または定期に次に掲げる事項を確認しなければならないと言って。 これ、保存されてることとか、ですね会計帳簿が備えていることという、この形式チェックだけを求めてるんですよ、これ、あの続きなんですね、議論は。で、これ、保存されてるか、会計帳簿を備えてるかのチェックであって、まあ、5月23日の中野議員への答弁では、ですね単に答弁書に判を押すといった形式的なチェックを代表者がするのではなく、会計責任者が、 記載や虚偽記載や虚偽記入をしていないかなどを確認し、不審な点があるときは改めて会計責任者に責任をもと説明を求め、これを確認すると言ってるんですけれども、これはどこで担保されるんです、もう1回説明してください、はい、小倉正信。 今申し上げたところはです、ね、まあ、山口委員にもお答えをしたと思いますけれども、私どもの法律でいえば19条の14の第2項のところで、定期随時の確認、そして会計責任者による説明に加えまして、政治資金監査報告書に基づき、政治資金規正法の適正規定に従って、収支報告書を作成していることを確認をする。まさにこの確認という定義が あの委員からもご紹介をいただきましたように、虚偽記入かあの記載がないかどうかの確認も含むということでございます福島いやいや、それはだから、あの政治資金規正法上、改正法上のね、皆さんの改正法上を保存されていることの確認でありその、えー、当該帳簿を備えていることの確認なんです法律上適正かどうかというのは、適正に保存されているか、適正に、えー、帳簿を備えているかの。 確認であるんですよ。でこれ同じような条文があるんですよ。実はこれ、多分おそらく真似した条文はですね、政治資金規制適正化委員会。この条文も適正化委員会というか、登録監査人。登録監査人の条文も全く同じなんですよ。それやったら、登録監査人の監査も実質的な監査ができるという理屈になりますよ。これまでその登録監査人による監査が実質的な監査ができないからこそ、第三者による監査が必要だと。 いう議論をしていたのに、全く同じ条文なわけですから、じゃあ今までもこの登録監査人による監査が、あの実質的な監査ができるんじゃないかって議論になると思うんですけどいかがですか。小倉 委員がご指摘をしている監査人による実質的な監査ができないというのは、政治団体において支出が適当かどうか、その妥当性の実質的な判断ができないということでありまして、例えば支出において、実際にその収支報告書に計上されたけれども、しかるべき領収書がないとか、会計帳簿とは相剤しているとか、そういったところについては、会計と政治資金監査人も同様にチェックをしていると思いますし、今回問題になっておりますのは、 まあ、その政治資金収支報告書において、まあ、大規模な不記載があったということでございますから、まあ、私どもが法律の上で念頭に置いているさまざ、あ、まな手続きによって、まあ、先ほど来申し上げておりますような不記載や、あるいは虚偽記入といったものがあの十分に防ぐ,防ぐことができるのではないかというふうに考えています。 次に第三者機関の問題、最後にあのお聞きいたします。えー、この自民党修正案不足第十五条で規定されておりますけれども、これってあの政治資金の透明性の確保というものは掲げられておりますけれども、政治資金の、えー、公正性の確保というものは言わなくていいんですか、どうですか鈴木啓介君。<laughs> あのまあ、ここでえ書かれていますように、まあ、そのえ透明性、まあ、それはさまざまなえ観点からの、まあ、えそういう意味では適切性えといったものも含まれると思いますが、まあ、いずれにしてもこの制度設計、まあ、これからどのような形でこういった具体的なものを作っていくか、まあ、そこについてはまあ今後、各党官での検討によるものと承知しています、はい、これ、いかにもその乱雑に作ってるんですよね、透明性だけで。 おそらく公正性も必要なんですよ。それはなぜかというと、その後の議論につながっていくんですけれども、制度の低減とか、そういうことをやるためには、透明性だけの観点じゃダメで、妥当性とか適正性とか、公正性とかですね、さまざまな観点によって生まれなければならないし、あと支出に関する当該機関の監査の在り方も含め、具体的な内容について検討となっていて、在り方は分かりましたよ。 具体的な内容は何について検討するかって、一切書かれてないんですけれども、これはあらゆるテーマが含まれると考えてよろしいでしょうかもうあの時間がまいっておりますので、はいはい、新たな質問には入らないでください。ははいどう、はいじゃこの続きき総理にさせていただきますす以上です